はい。役職をお選びください。選択。あ、自由にどうぞ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ自分の思考は、まあどんな盤面なのかわからないんですけど、まあグレをつる盤面になった時は、何言ってるかわからない人と、まあ、この人の話し方組み取るめんどくさってなった段階で、もうその人釣りでいいかなと思います。まあ理由は、まあその人が人外の可能性もあるし、住むらだっていらないっす。はい。その話し方下手くそな人別に明日持っていかんでいいし、だってそうじゃない。話し方下手くそな人って勝てない人だから、そんなん別に釣っとけばいいから、一日ぐらいね。だって4縄あって、たったの3人外でしょ。別に1縄ぐらい使っても、次の日決め打ちで勝てればいいんで、俺ら村人やがね。だから何言ってるか分からん人と話し方めちゃめちゃ下手くそな人を初日釣ろうと思ってるんで、7番の思考でした。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。占い師5番さんランダムしろ。5番さんランダムしろです。白の方お願いいたします。はい、7番さんに関してはまあ裏目線、まあ普通だなっていう感じですね。はい、なんか同じようなこと言ってますけど、まあいいですわ。はい。まあ普通に、色落ちは、色落ちっていうか、印象は、僕自身はいいなと思ってます。はい。まあ、わけわかんない人は連れていけないし、そこを占いたくないんで、まあ、釣っていただけたらいいなと思ってます。はい。まあ、霊能に関しては、どうだろうな、2周目でいいかな。はい。そこしろね、人外に城打たれて、グレーチ広まると困るんで、はい、2周目でいいです。記事に関しては、盤面見て出るか出ないかは自身で決めてください。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。うん。足場が7番擁護してるんで、8番が見れるかもしれませんしね。全然 LINE なんかないかもしれないんで、まあ2周目聞きますよ。7番の白霊星座聞いて、とりあえずおかしな人釣るのはまあ普通ですね。うん、まっとうな人釣ってたら勝てないんで、このゲーム。うん、まあおかしな人釣ったらいいんじゃないですか。うん、まあおかしな人を釣るコンテストでいいと思うんですよ、人のゲームね。おかしな人、これ逆に無駄なんじゃないかと思って残して、最終結果見て人狼だったことありますよね。私何度もありますね。うん。特に素敵な女性プレイヤーになるとね、惑わされてね、人狼だったとき絶望しますね。はい。つくづく思います。おかしな人釣った方がいいって。うん。でも心がね、惑わされてしまう。これがまあ人狼ゲームかなと。でもね、今日はおかしな人釣った方がいいと思いますよ。以上です。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。村人ジェイでした。まあ、9番さんがちょっと気になるかな、ね、7、8はまあまあかもしれんかもしれんけど、全然見えへんし、今の状況じゃ分からんから、そこが気になったぐらいかな。うん、まあ7については色落ちないんで2周目でいいと思ってるし、まあ初日はその、まっとう位置じゃなくて、変なとこ釣るんが一番いいと思ってるけど、最後の方になってきて、まあ、村3人で1人選ぶ側とかなってるときは、結構まっとうな人が人外の可能性もあるから、しっかり1日目から考え直さなあかんなとは思ってます。初日は全然おかしい人でいいと思ってます。うん、白いとまっとうって多分ちゃうから、誰かが変な発言して、そこ指摘できたらまっとうになっちゃうから、
真っ当位置は自分は危険やと思ってるんで、うん、まあ、もちろん真っ当な人が全てなんやけど、結局真っ当になっちゃってるから。2番のプレイヤーが発言します。はい、うん、そうですね。あれ、これは、5番さんに関するメタも無しなんですよね、という認識でいますが、まあ、今のところ正直占い師の対抗が出てこないと何とも言えないんですけど、うん、まあ、なんか7番さんって結構主張の激しい人だなと個人的には思っていて、まあ、できれば個人的には考察を少なくともしようとしている人に関しては発言を汲み取ろうと努力して、その上でも無理だったら、まあ、仕方なく釣るしかないと思うんですけど、まあ、なんか7番さんの主張としては汲み取るのが面倒になったら釣るみたいな、結構その敷居が低そうな人だなと思ったので、まあ、割とその SG1 になりそうな人をケアするっていうところは私としてはもうちょっと持ちたいなというふうに思ってます。そんくらいかな。そこに誰も触れなかったから結構この村はレベル高くバンバン行くのかなと思ってちょっと怖いですね。以上です。3番のプレイヤーが発言します。あ、村人陣でしたね。5番沿いでいいんじゃないですかね。まあ7番さんは SG 釣るんですかね、この人。何言ってるか分かんない人、話し方が下手な人を釣るって。普通に黒狙った方がいいと思うけど。違う世界にいんの？5番でいいってどういうことよ、2番と3番の。5番でいいって、7番から始まった。9番もなんか、5番でいいってどういうことよ。臨場したのか分かんないけど。まあ、おかしな人を釣るって言ってる。俺、黒釣りたいんだよね。おかしな人を釣る。まあ、1番も言ってたんですけど、初日は変なとこを釣る。変なとこっては、人狼っぽいとこ釣るんじゃないですかね。なんか微妙っすね、みんな。なんだろうな。まあ、変なとこは、まあ、SG ちゃって言っていいんだけど、黒狙いたくないですかね。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でランダム6番さん、6番さんがランシロです。把握お願いします。まあそうですね、対抗の8番に関しては、まあちょっと2周目、もうちょっと様子拾ってから、今日なのかロールなのかってところは、まあもうちょっとね、しっかり精査していきたいなと思っております。で、俺気になったのが1、3ね。なんでかっていうと、まあ多分1番さんの分かんないよ。これは俺がちょっと汲み取れてないのかもしれないんだけど、9番に叩いた要素が俺はちょっと違うかなと思ってて、俺9番さん意外と普通に精査してたと思うんですよね。で、7、8の、要素を汲み取ってのラインがあるかどうかまだ分かんないから2周目発言よく聞くわって言ってて、初日はおかしいやつ釣ればいいと思うよっていう発言だから、なんか1番が9番に対して突っ込んでる要素がちょっと、いや、汲み取れてないのか意味わかんないのかわかんないけど、3番はちょっと1番不思議なんだけど、2周目は時間ない。ごめん。5番のプレイヤーが発言します。これ真面目に考察していいの？ルーマス誰でしたっけ？これ、8番が、8番が、俺にしろでしょ？で、4番が、6番にしろでしょ？これ、真面目に考察していいのかな？真面目に考察していいですよって、ルーマスから許可もらうってどういうことよ？いいの？いろんな意味でわけわかんないんだけど。で、1番もいいよって言ってるのは、うん、どういうルールだったの？すいません、強靭買おうとしました。え？でもまあ、むるーん！あのさ、買われたー！ 5 番と1番のやりとりもだから、ある意味、俺は狂人だよ。もしもし、でも、誰だよ、か6番のプレイヤーが発言します。はい、今日は初日は、4と8、占いからいきます。で、4番チローラーして、占い結果はいらないと思う。小細工に過ぎないからね。占い結果っていうのは、所詮ね。うん。かな。木村さん、吉。把握です。うん。占い結果っていうのはいらない。うん。はっきり言わせてもらうけど。うん。かな。なんで、4と8、怪しい方から手をかけますが、仮に地のツタバイシーン、かわれる可能性もあるからね。
かな。話し方の下手な人を釣る。うん。奈良間さん、そうすればいいんじゃないか。俺は地の声狙いたい派だけどね。どちらかといえばね。うん。村拾えるかもしんないからね。つかみ行こう。うん。まあでも今日は占いから行きますよ。うん。占い結果を見てしまってはね、精査が鈍ってしまうからね。8番はどっちか入れます。7番のプレイヤーが発言します。はい、9番さんが騎士。まあ僕が2周目なんですけどね。9番さん出る範囲なと思ってましたけど。まあ9番さんが1角で、霊能は出ないんですかね。確か霊能出てないっすよね。霊能出ないんすか？うん、サマさん霊能ね、はい。じゃあ占いからいきます？ 6 番さんに乗っ取って。面白いかなと思いますけど。はい。3番さん騎士、じゃあ9番騎士把握しました。占い師はね、4番の方がちょっと、偽っぽいなと思って聞いてましたね。一番さんに対しての殴りっすかね。そもそも一番さんの旧指摘良かったと思いましたよ、一周目はね。結果9番騎士でしたけど、9番さんっていうのは7、8でしか見てなかったんで、8番の真の視点がなかったんで、それを一番さんが、いやいや、7、8って全然わからんやろって、こんなん一周目でって。7番さん色地ないし、どうなん ?9 番っていう姿勢良かったんで、それを変って言ってる4番さんの方が占い師だったら偽っぽいなと思いました。だから占い師行くんでしょ今日。4番釣りましょうよ、6番さん。行きますかあなた。4から6白もらってますけど、6番さん。4番釣れます？僕4釣りでいいと思ってますけど。まあ2周目聞きますけどね。2周目聞くんですけど、1周目の段階では4番釣りでいいかなと。はい。まあ9番さんとか決めたらいいんじゃない進行は。今回僕6番に乗っ取って、占い釣りでいいかなと思います。はい、4番釣ります。8番のプレイヤーが発言します。7番さん、4釣り絶対ないから。絶対ないから、4番さん旬だから。俺、消しね。絶対ないから。まず、占いから行くっちゅうこともないし。はい。OK。ケマさん、何かがわからんけど。まあ、強靭で、あんまり、騎士出るとメリットないんで、人狼かなと思ってますけど、まあ、そこはちょっとわかりませんけどね。はい。なんで、おかしなこと言っとるなら、バンさん、釣り対象でもいいんじゃないかなと思ってますけど、いかがでしょうか。バンさん、バンさん、4番さん決めていただければいいんじゃないかなと思ってます。はい。かな。ぐらいですかね。でも、5番さんがちょっと面白すぎて、ちょっと内容入ってこなかったんですけど。はい。ということで。山田さんは、じゃあ、森先してください。はい。ってな感じです。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。8番釣ってください。はい。はい。8釣りですよ。はい。まあ好きなようにやってもらったらいいんじゃないですか。まあ、8番釣りましょう。さすがに、騎士じゃないんで、8釣ってもらえればそれでいいですよ。以上です。1番のプレイヤーが発言します。2周目お願いします。8、9については今の発言で9偽かなと思ってます。自分が9の立場で8が偽って分かってたら、もう一生クロス越えさせるんで、いつか偽って分かるし、8釣るより。かな。まあ、4番さんにアンサーしとくと、その自分は9番さんの発言の中で、87、見えると思ったから、ただただ、発言の中で、そこを追うってなって、まあ、かもしれんって言ってるから、あれやけど、とは言ってます。それは分かってほしいかな、とは思ってるかな。うん。だから、印象悪いとまで言えんかって、気になるなってぐらい。こんなん全然見えへんけどなって。まあ、理由も言ってたから、8が7を印象いいって言ってたからって。それででも8、7って繋げるのも違和感じゃないですか。それは分かってほしいかなと思ってるかな。まあ、5の強靭を追うか追わんかはちょっと難しいし、もしかしたら人狼の可能性もあるから。まあ、6番さんの進行論にのっとって7番さんも言ってるだけかもしれんから。どうなんやろ。まあ、自分も、スラがあるまでは、まあ、4、8どっちかつって、騎士の9番さんに護衛頑張ってもらったらいいかなと思ってたけど、8もスラ起こったし。
なんか7がローやって、もしかしたら釣り切りって言ってるかもしれんし、あえて強靭で言ってるかもしれんかなっていうのもあるし、村で言ってる可能性もあると思ってるから、グレーは難しいかなと思ってます。かな、別に2もおかしいとこなかったし、自分は5、7でいいかなって思ってる。で、まあ4番さんが指定して、ずっとクロス声で。自分は8が真かなとは思ったかな。9番さんの発言が2セっぽかったから。2番のプレイヤーが発言します。そうだな。あ、とりあえず5番釣りが一番悪いんではないですか。あの、強靭じゃないって自分で言ってるんで、まあだったら黒が出たら人狼、白が出たら須村、一番情報が落ちるのは5番ですよ、例の結果で、ね、はい。で、そうだな、クロス声に関しては、基本的には4番が死んだと思う方に投票して、今日ね、4番が死んだと思う方に投票して、投票された方は4番声、もう片方は3、6をどっちか声。っていうのでいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、6番さん接続切れになってるな。6番さんにちょっと聞きたいことがあったんだけどな。まあちょっと6番さん戻ってきてほしいな。6番さんがもう白位置を教えてほしいんだけど。まあいっか。はい。まあクロスの提案とかは3番さんがすればいいと思います。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、4番さんやってほしいですね。クロス。不思議なゲームだよね。まあ破綻するんで。俺、真の騎士だね。いやけどね、8番さんが占い出て、騎士に。まあ、6釣りしたら、俺守ればいいんでしょ、4番を。5、7、1、2。まあ、4番さんち一本足でしてほしいですね。5、7、1、2。お願いします。あ、クロスもお願いします、4番さん。4番のプレイヤーが発言します。はい。難しいな。2釣り1本。2釣り1本だね。理由としてなんだけど、1番が57でいいんじゃないみたいなこと言っとったよね、確か。言ってないっけ？言っとったよね、多分。んで、そしたら2がもうとりあえず5でいいでしょ、みたいな。で、色結果が一番わかる。白なら、スムラ、黒なら、ロー。って言ってたから、それは、逆に別に占ってもいいかなって思ったし、その他の精査をしてないから、2がちょっと急に黒くなったなーってぐらい。2、1本でいいんじゃないですか。で、9番さんが3声、8が4声。9番さんが3声、8が4声。で、6番さん、白先ね、まあ、隠し白なんだけど、2番さんから伝言で、2番さんが、6番さんが思う白位置を明言してほしいらしいです。だから6番さんは、でも聞いてないんかな、わかんないけど。白位置を明言してあげてください。今日は2、1本でいいと思います。8番さん、僕超え。9が3超え。5番のプレイヤーが発言します。5番さんは俺の代弁者か。全く考えてること一緒やないか。2番を殺すぞ。で、ただ、2番を殺すって言ってもね、2番はね、多分狂人勝ってないと思うんだよね。狂人勝ってるの多分8番だぞ。あのさ、もうこの顔ゲーム性だったらいいけど、先ほどされちゃったんだよ、連呼してたら、ゲーム崩壊するからね。なんかこの村はもう、なんで俺の狂人を買うんだ、おい。君、そんなこと言ってたらゲーム崩壊につながるから気をつけた方がいいで、この村はなんかもう許されてるけども、人によってはもう買った方の話で敗走ボタン押されるんだよ。2番を殺すか。このゲーム続いてる方が俺逆に驚いてる。続いてる。いや、白1、7番しかないや。どう考えても。
村が行けるっていうのは村なんだよ。初日に。どう考えてもね。あの段階で。で、これ、8と9、4番のそのあれでいいとは思うけど、まあ、もし、まあ、俺が言おうとしたのは、まあいいや、俺言わない方がいいか。日本にそれはアンサーしとくね。まあ、5番っていうのはね、この人結構、あれなんですよね。泳がせる位置だと思ってるんですよ。この人っていうのは。で、初日にやっぱり、なんかね、白貯金を貯めようとしてる人をやっぱ釣る。うん、弱い人間より強い人間を釣る。うん、これが本当は狼嫌がるんですよ。本当はね。これもう俺でも何万試合もやってきてるからね。それで全員1になったから。うん。狼っていうのは、弱い人間を釣るんですよ。で、次、二日目以降、普通のゲーム、普通の進行して、ゲームをしたいって言うんですね。なんですね。これは覚えててください。じゃあ、今日釣り地2でしたっけ？まあ、任せますけど。村1は7番だけ。うん。それ以外はわかる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。9番が占い3しろか。まあ実質若干、そうね、6番の占い師を取ったところがあり、6番が占い師の場合って2塩出てて、じゃあ占いから釣ろうっていう発言が出てくると思っていて、だから6番に、ちょっと含みを込めて、どこが白いかっていう話を聞いた。で、9番が3勝って言っていて、これが語りなのかどうかわからないけど、9番が騎士だったら、さっきのクロスに従う。8番が4号へで、9番が3号へね。で、もし6番が噛まれた場合は、6番占い師の可能性を負って、まあその場合は7白ですよと。で、その場合4番狼塾で考えたときに、4級ローローまでは終えるので、まあその可能性も一応負った方がいいとは言っておきます。うん、で、4番が新占い師の場合は、まあ普通に8級のどっちかに1浪。で、あとまあ5、7、1のどれかなんですけど、これに関しては分かんないなと思ってますね。うん。ただ8番が初っ端の占い師で出て、スラするっていうのもちょっと よく分からないので、占いから釣ろうって流れになってスラしたようにも見えたんで、まあそうすると8番狼塾で考えて、8番が釣りをした7番は薄いのかなと思ってますね。うん、85か 81? そんくらい。まあ、例の結果は白が出るんで。はい、以上です。夜が更けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。89番の人狼が身分の開始を選択しました。伝統芸能。申し訳ないね。伝統だから。ひろちゃんの職人の技。職人芸だから、職人の技。もう、あ、占いオーナーだったのか、占い自分で出るって言ったのかがよくわかんなくてね、どっちかわかんなかったんだよ、相方の。どっちかわかんなくて、ステイしたからしょうがねえから平和になったから、平和ってか、まあ、9
強靭出てるかと思って気知れてた。で、もちろん芯取れないから、これを狙ってて、スライドを。5番のプレイヤーが発言します。4万芯だ。ってことは7番じゃんよ。7番だ、強靭勝った犯人は。もしもし、あの、強靭勝った犯人探しになってんだけど。じゃあ、生まずちょっと2番かもしんねえ。聞いていい？なんで強靭買おうと思ったの？俺が買うって言ったのに。なあ。俺買おうと思ったよ。買えなかったのね。結果から言うと。買われちゃったんだよ。マジ。で、3番さん結果、いや、あ、ちょ。さんまさん？もしもし、例の結果お願いします。お、カレーパンマン！なあ。例の結果言えっつんだ。黒。いや、白でしょ。7番は強靭だぜ。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いしますね。いや、もうこれも分かっちゃった。1番がラストウルフです。これは。うん。もうね、分かるんですよ。あの、占い結果を落とさせるべきだったね。どちらかというと。今日の自爆から、まあもう分かりやすい。うん、で、巨人っていうのは教えません。わかってるけどね。うん、もうなんか人狼にバレちゃう。画面見てねえけど、巨人勝ったやつがいんの？それで、あるになってんの？もしかして。7は村ってことはもう初日から知ってんだよ。巨人勝った人がいるのかな？なんかそうすれば全て辻褄合うな。なんか、うん、5番じゃねえとか、なんか一周目からメタでなんかとかって言ってんのは。村一教えてくれって言ってんの？巨人勝ったって言ってる。今もなんかおしゃべりだねって思った。だからあの1周目があったの、2番とか3番の。もしかして5番はね、7番におそらくブラック。あ、俺画面上見てなかったから、誰が買ったんじゃない、巨人もおそらく。多分。7番も気づいてると思うからね、5番のグラフに。3番分かるだろ、もう。1番でもラストルフ。ネオマさんは、占い師として死んでった。狼はそう思ってる。俺もそう思ってるからね。1で終わりますよ。7番のプレイヤーが発言します。そうっすね、まあ5番のなら強靭だったら1番狼やろうな、やれって言って、思っててんけど、なんか5番さんが1番釣りたガサロンしてへんから5番狼使用してんのかなと思ってたけど、6の視点借りると、まあ、1級は全然あるかなと思いますね。まあ、9番が、まあ、狼やったんですけど、結果、8番の新騎士釣ろうって言ってる段階で、真っ先に1番が9番偽かなって言ってたんですよね。これって結構ライン切りの精査で、俺ら村線って8の9審議分からんし、仮に9番が結果狼でしたけど、9番が新騎士でも多分あれはずに言ってたと思うんで、8番釣りね。だってそうじゃん。9番新主張するんやったら、8番が人外から8釣りなんて当たり前やから、それを1番がなんかライン、9番偽って言ってる主張が俺変やと思ってたし、で、なんか2番の発言聞かへんけど、現状釣り157っておかしくない1番の視点と思って聞いてたから、全然1番狼あるなと思って聞いてたんですけど、なんか今日5番の発言も変で、俺強靭で送るんやったら1番さん確かに5番が、下りとかね。なんですぐ1番釣りって言わへんのかなと思って聞いてたんで、両方めちゃめちゃ。この試合は謎に許されてるけど、ほんとに。ただ、狼臭いの1番かなって僕は思ってるんで。気をつけないでね。6番さんの視点借りる。アイソンアンケになるで。勝った勝った騒いでたら。終わるんじゃない ?1 番で。強靭1は。まあ5番が勝ったのか5番が強靭で俺になすりつけてるのかわからないですけど、1番で終わるんかなと僕も思いますね。それぐらい1番さん2周目めっちゃ黒かったんで、
はい、6番の点借りようかなと思います。なら1番さん釣ります。1番のプレイヤーが発言します。まあこれ3番さん説得、3番さんと6番さん説得するゲームやと思ってないけど、本戦5ロー7強かな。それか5強陣7ロー。7強やと思ったりは、まあメタ精査なんやけど、強陣買いそうな人って7、8、9のどっかで8死んで9がローやったから残ってるん7、5が勝ってなかったら。シンプル5が勝ってるか。強靭を。強靭を買ってた人がいたみたいだね。9、うん、やっぱり。自分がもし9番、9で、真の立場で9やったら、絶対に8釣りなんか言わんから、偽スケ取るし、一生クロス合意して、どっかでボロ出るから、絶対そうするを賢いやろって思ってるから、7番サイトはそれ分かると思ってるから、7も確定人外やと思ってるけど、けど、自分は5でいいかなとは思ってるかな。まあ、理由から言うと、なんて言ったんやろな、なんでたっけ ?5 でいいかなと思った。あれ、頭バグった。5が強靭勝ってたら勝ってたで、7ロー確定やし、自分目線は。で、5が強靭じゃなかった。あれ、村の時ってなんで?あ、そう、5がただただ3に対して、お前強靭勝ってるんやろっていうのがめっちゃおかしかったから。いや、7行こうかな、これ。いや、5ならどっちも人外の可能性もめっちゃあると思ってるよな。だって7番さんって進行論がおかしい人すりたいやから、多分シンプル5の方がおかしいと思う。俺、狼だからいいんだけどさ。1に比べて。役立ったから精査入るのか。多分1じゃないって分かってくれてると思う。メタ精査。この村ぐらいだからな。5が勝ってない場合は7、8、9のどっかやと思ったから。役立った精査から入るのはね、めったにないから、まあ、ゆっくり見ますか。いや、むずいっすね、これ。7番って占いか行くって言ってたんですよね。いやー、じゃあ5-1のランで、5-1のランで行きましょう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。うわ、いやもう一個言いたいことあったんやな。あの2が強靭絶対ないから3強靭どういうこと？ガチ2が強靭は絶対ないと思っとったんや。あの2多分人的に変わんし、あと2ってちょっ、あでもそれは強靭してんやな、なんか。うん、いや自分人物持っていかなあかんなと思ってたから、その、今メタ精査で。三強人ガチ霊能何してんの、まあ、本来ね、まあ1つらいだからいいけど、2の強人メタ精査したらダメだから。言葉に出したメタ精査はやばいから。アイゾン案件だから、本来は。精査やったら5年ただまあもう、俺はいいわ。いや、わからん。あとはもう、霊能乗っ取りどういうこと乗っ取りもクソもなくない？誰も霊能出てないんやから。5番さん、霊能やったの？それはちょっとあかんで。夜が更けました。に気をつけてください。どういう展開になってんのかな？マジでわかんねえけど。どういう展開になってんだろうね。誰で来たわ、もういろんな意味。誰かどっと来るわ、もう。あ、でもね、まあ、こんな村もめったにないからね。本来ね、メタセス入った、はい、ハイソンになるよ。あ、ただまあ、いいんじゃない？こんな村って逆にないからね。これでゲームしてんだなぁと思って。逆に敗走案件に繋がっちゃうね。昨夜ああ、普通の村だと。1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、レノでーす。レノでーす。ナマさん。どこに何色の霊能結果を打てばいいですか？めんどくせえから、めんどくせえから、まあ、4番とか行くか。5番って強靭勝ったん、本当に。何やっ、うん、が、ちょっと待ってよ。知名度の発言じゃねえな。てるから。どうなのかな。
9番が自爆ってるから、4が、4の、例の結果4黒だと、ゲームが成り立たないんだな。なるほど、なるほど。難しいな、このゲーム。ああ、黒は強靭、アピカもね。まあ、3番で強靭落ちてるから、ラスールだよね、ラスール。5番、うん、黒が、あの、強アピなのか。で、5番隠れてたのか。6番か。で、6番って言ってんだから、やばいと思うわ、もう。どういう結末なのこれ、ほんとに。6番だ!よし!決めた!俺は6番を殺すぞ!うん。6番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、占い師がいないってこと。まあ、これ多分ね、新占い師先般だよ。うん。普通に考えて。多分8、9どっちかに、多分8番だと思うけど、占い先輩、うん。だって俺が騎士なんだもん、本当の。うん。だから8、教授。4番は占い位置出さなかったことが先輩。うん。かな。だから8、教授で9王冠。俺で潜伏してたもん。申し訳ないけど。だから大あの安心してああいうふうに立ち回れたんだよね。もう出てそして狼が8番噛んでくれたでしょ。で8狂人を噛んでくれたと。で9狼が自爆している。だからラストウルフだけだったんだね。うん、でまあ俺が5番か7番当てればいいだけの話だから。うん、簡単に言えばね。で山田さんはあの占い機が落とさなかったことが先般。それを言いたい。遅かった。9番にやられたな。わかったんだよ、もうこうなることってのは。もうここまでもうコントロールしてるから、初日からね。二番釣りももう予想してた。初日から。で、9が狼でね、開示してることも俺はね、予想してたからね。ただ、8神までは予想した後、8位教授も噛んでくれたって言うんですよ。ワンチャン8番がスムラで騎士が当たってる目線あったけど、でもね、8は多分そういう。6番は6番で変なのはさ、5番が霊能だと言ってんのに、で、6するって言ってんのに何もあれも持ってないから全人外に見えねえのかって話だからね。ああ。まあだから6は騎士じゃないのかも、ね。すごいですね。5番さんが霊能で、6番が騎士ですか。すごいすごい。僕スムラなんで、まあ、普通に考えると5番ですよね。3番が霊能なんでしょう。8番が騎士なんでしょう。だったら、3が神霊能で、8が強靭の騎士で、9番が狼でしょう。で、4番が6白なんでしょう。で、6番さん神騎士なの。で、5番さん6行く言うてんねんの。すごいな。5番さんちなみに俺、強靭ではなかったな。なんかそれに、かけて一番釣ったんかもしれんけど、5番さん俺に強靭なすりつけててさ、一番釣ろうぜ。俺一番9番見えてたから、終わらんのやと思ったわ。あの内訳があれだけど、語りが入ってるかもね。6番。あの、5番まで。ああ、5番強靭。ああ、5番強靭。ああ、6語りだね。5番強靭。5番強靭。うん。オッケー。うん。あった。よし。ゲーム終了。よし。人狼陣営の勝利。あざっす。バイバイ。